コーヒーは、コーヒー豆を焙煎して挽いた粉末から、湯、または水で成分を抽出した飲料。歴史への登場は酒や茶には遅れるが、世界各地で愛飲されている、嗜好飲料である。家庭や飲食店、職場などで飲用され、コーヒーの専門ショップも多数存在する。抽出前の粉末や、粉砕前の焙煎豆も、同じく、コーヒーと呼ばれることもある。日本語での漢字表記は、コーヒー。世界各国において、コーヒーを提供する場の喫茶店は、近代、知識人や文学、美術など様々な分野の芸術家の集まる場として、文化的にも大きな役割を果たしてきた。さらに、貿易規模が大きい一次産品であるため、経済上も重要視されている。主に北回帰線と南回帰線の間の約70カ国で生産され、全世界に輸出されている。カフェインに代表される薬理活性成分を含むことから、医学、薬学の面から研究の対象となっている。詳細は、コーヒーの歴史を参照。コーヒーがいつ頃から人間に利用されていたかは、はっきりしていない。果実の赤い果肉は甘く食べられるため、種子の紅葉を知る機会も多かったと考えれば、有史以前から野生種が利用されていても不思議ではない。実際、アラビカ種は原産地エチオピアで古くから利用されていたとする説があり、リベリカ種は西アフリカ沿岸でヨーロッパ人が発見する以前から栽培、利用されていた。栽培史概略はコーヒーの木を参照。現在見られる焙煎した豆から抽出したコーヒーが登場したのは13世紀以降と見られる。最初は一部の修道者だけが用いる宗教的な飛躍であり、生の葉や豆を煮出した汁が用いられていた。しかし、焙煎によって嗜好品としての特徴を備えると、一般民衆へも広がり、1454年には一般民衆の飲用が正式に認められ、中東、イスラム世界全域に拡大した。オスマン帝国からバルカン諸国、ヨーロッパには16世紀に伝わり、1602年のローマ以降、17世紀中にヨーロッパ全土に伝播した。北米には1668年、ヨーロッパからの移民によって伝わった。日本へは18世紀末にオランダ人が持ち込み、最初の記録は、1804年の太田南歩による随筆、経歩また綴り。抽出法も工夫され、挽いたコーヒー豆を煮出して、上澄みを飲むトルココーヒー式の入れ方から、まず布でこす方法が開発され、布ドリップの原型となった。これに湯を注ぐ器具として、ドゥベロワのポットが考案され、現在のドリップポットに至る。この他にも、パーコレータ、コーヒーサイフォン、エスプレッソマシン、ペーパードリップなどが開発され、多様な飲み方が可能となった。現代では、世界各地でよく飲まれている。国際コーヒー機関によると、2017年における1人当たり年間消費量の上位国は、アイスランド、ノルウェー、スイス及びボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、ブラジルの順で、日本は 3.64kg である。コーヒーの世界市場規模は2018年の小売金額で880億ドルと推計されている。ネスレが 24.9% のシェアを持つ最大手で、オランダのヤコブ・ダ・ウェグバーツなどが続く。国際コーヒー機関は2014年10月1日を、翌2015年から国際コーヒーの日とすることを決めた。コーヒーはアラビア語でコーヒーを意味するカフアが転化したものである。もともとワインを意味していたカフアの語がワインに似た覚醒作用のあるコーヒーに当てられたのがその語源である。一説にはエチオピアにあったコーヒーの産地、カファがアラビア語に取り入れられたものとも言われている。この語がコーヒーの伝播に伴ってトルコ、イタリアを経由し、ヨーロッパから世界各地に広まった。日本語のコーヒーは江戸時代にオランダからもたらされた際のオランダ語コフィに由来する。日本では漢字でコーヒーのほかカヒなどの字も当てられてきた。漢字による当て字であるコーヒーは江戸時代末期の依頼者宇田川陽庵が考案し、自筆の蘭和大訳辞典に記載したのが最初であると言われている。これ以外にもカヒ、カウヒー、ウタヒヨツなどの表記も過去には用いられた。なお、中国語においても訳語に関して19世紀に試行錯誤があり、当時の日本語の当て字を借用して現在に至るものとされている。ただし、漢字は口偏でと表記される。詳細はコーヒーの木を参照。コーヒーの原料となるコーヒー豆は3から 3.5 メートルほどの常緑低木でジャスミンに似た香りの白い花を咲かせるコーヒーの木の果実から得られる。コーヒーチェリーと呼ばれる果実は赤または紫、品種によっては黄色の固い実で成熟に9ヶ月ほどかかる。また、枝の先端につく一粒だけ丸い種子はピーベリーと呼ばれ、新調される。コーヒー豆となる種子だけでなく、果肉部分にも若干のカフェインが含まれており、食用にされる。栽培されているコーヒーの木は大きく、エチオピア原産のティピカ種に由来するアラビカ種とコンゴ原産のロブスタ種に分けられるが、生産量の7から8割はアラビカ種である。以前はリベリカ種も合わせてコーヒーの三原種と呼ばれていたが、病害に弱く品質面でも劣るため、21世紀前半の現在では生産量もごくわずかとなっている。焙煎前のロブスタコーヒー豆栽培品種はアラビカ種を中心に200種類以上が知られ、ブラジルとコロンビアで盛んに育種が行われている。その一方で、コーヒーの風味において、従来品種を高く評価する人もあり、フェアトレード運動とも連動している。アラビカ種病害虫や、霜、少雨等に弱く栽培が困難だが、風味とコクに優れ、レギュラーコーヒー用を主体として、多様な品種がある。総生産量の約 70% を占める。従来は、ブラジルのブルボンとコロンビアのティピカが、アラビカ種の二大品種と呼ばれ、主力品種だった。その後、収量や大病無視性に優れた品種への置換が進み、最近では、ブラジルのカトゥーラ、カトゥアイとムンドのオボ、コロンビアのカトゥーラとバリエダコロンビアが、それぞれ主力品種となっている。このほか、スマトラ、モカ、ブルーマウンテン、コナ、マラゴジッペ、アマレロ、ゲイシャなどがある。ロブスタ種アラビカ種に比べて、耐病性が高く、少雨、高温多湿の土地でも栽培できる。また安定収穫までにかかる期間が3年と短い。栽培が容易なので、収量も多く、生産量2位のベトナムで主力となっている。抽出しやすく水出しも容易だが、カフェイン成分が多く苦味や癖が強く、単独での風味はアラビカ種に及ばないとされる。インスタント用原料や安いレギュラーコーヒーの増量用が主体となっているほか、いわゆるベトナムコーヒーに用いられる。リベリカ種高温多湿の気候に適応するが病害に弱く、品質もアラビカ種に及ばない。交雑種アラビカとロブスタを交配したもので、一般的なレギュラーコーヒーに用いられる。ハイブリドでティモール、アラブスタ、カティモール、バリエダコロンビアなどの品種がある。コーヒー豆の生産と加工の詳細は、コーヒー豆を参照。コーヒーは北海岸線と南海岸線の間の約70カ国で生産されており、そのコーヒー農園でコーヒーの木の栽培と果実の収穫が行われる。さらに引き続いて、生豆を取り出すコーヒー豆の精製と呼ばれる加工作業までがコーヒー農園で行われることが多い。精製された生豆は生産国で集積され、選別、等級付けされてから消費国に輸出される。生豆は消費時においてコーヒー独特の香味を生み出すために焙煎され、場合によっては複数の焙煎豆を混ぜてブレンドされる。その後粉砕により細かい粉状にされてから、水や湯で抽出されて、飲用に供されるコーヒーが出来上がる。全世界では、約150億本のコーヒーの木が1000万ヘクタールの土地で生育していると概算されている。主な生産地は、ブラジルやコロンビアなどの中南米や、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの東南アジア、エチオピアやタンザニア、ケニアなどのアフリカ諸国など、また有名銘柄の産地として、ハワイ、イエメン、インドや中国などでも生産されている。2010年代半ば以降、新興国の所得向上や食生活の欧米化により、世界のコーヒー豆消費量は右肩上がりである。今後も増加傾向が続くと予想されている。日本の丸紅の予測では、2021から2022年度は、世界生産量1億6681万袋を消費量が上回る。コーヒー豆相場の下落期に中米などに多い手摘み農家がキャッサバ、果実、コカなどに転作した影響が出つつある。また気候変動で2050年頃にアラビカ種の生産地が半減する懸念がある2050年問題が指摘される一方で、現在は気温が低い高地などでコーヒー栽培が可能になる面もある。日本でも小笠原諸島や沖縄諸島に移入されたことがあるが、大規模生産には成功していない。ただし、九州の鹿児島県、徳之島や沖永良部島、沖縄、小笠原諸島では個人農園で栽培している。近年になって、これまでロブスタ種の栽培が主流であったタンザニア周辺地域のアフリカ諸国で輸出用に高品質のアラビカ種の栽培が盛んになっていて一部国連主導による国連グルメコーヒー開発プロジェクトに加盟している国もある。これらのアフリカ諸国のコーヒーも日本でようやく流通し始めている。世界のコーヒー生産地と豆の名称コーヒー豆の種類は主に生産地で分類されている。品種名は国名、産域、籍出向、栽培地名などにちなむ。このほか、種名や栽培品種の名を付加した名称や、選別時の等級を付加した名称なども用いられている。スペシャルティコーヒーの概念も普及しつつある。すなわち、生産地、生産者、収穫後の生産処理方法、流通経路、焙煎、抽出、提供の一連の流れが品質管理されていることである。代表的なコーヒー豆の味や特徴を挙げる。産地国を名としないものは、括弧書きで産地国を付記する。なおレギュラーコーヒーに使われるものは、アラビカ種、またはロブスタ種が主流の雑種である。ブルーマウンテン卓越した香気を持ち、調和の取れた味わい、軽い口当たりと滑らかな喉越しが特徴。最高級の品質と呼ばれる。ジャマイカで生産されるコーヒーのうち、ごく一部の産地のものがブルーマウンテンとブランド付けられる。その中でもさらにランク付けがなされる。ハワイ粉が非常に強い酸味と濃く、風味を持つ。ブレンドに用いると良質な酸味が与えられると言われる。ブルーマウンテンに次ぐブランドで高価である。モロカイキリマンジャロタンザニア産のコーヒーの日本での呼称。強い酸味とコクが特徴。野生味あふれると評されることが多い。深い焙煎では上品な苦味主体で、アザタイチュウ入りとは違った風味が楽しめる。モカ後期に優れ独特の酸味を持ち、甘みとコクが加わる。最も古いブランドである。コーヒー原産地であり、イタリアなどではコーヒーのことをモカと呼ぶ。イエメン産のマタリ、エチオピア産のハラー、シダモ等が有名。グアテマラ産味とコクに優れ、後期も良好で全体的に華やかさとキレのいい後味が特徴。ブラジル香りの甘さが軽快で、酸味、コク、苦味ともに軽く、バランスが良い。安価であり、ブレンドのベースとして多く使われる。コロンビア酸味と甘みが重厚だが突出せず、バランスが良い。安価であり、ブレンドのベースに使われることも多い。コーヒーの基本の味。マンデリンスマトラ島産。苦味とコクを中心とした味わい、酸味はなく独特な後味がある。日本ではブルーマウンテンが現れるまでは世界一と評されていた。トラジャスラウェシュ島産。苦味が中心の味で非常に濃厚なコクを持つ。酸味はない。カロシトラジャもしくは単にカロシという名称が使われる。ジャワコーヒージャワ島産の主にアラビカ種コーヒーを指す。かつての大産地でモカとブレンドしたモカジャワは最初のブレンドと言われるが、ハサビ病と経済恐慌で産地が大打撃を受けて以降は産出量が少ない。現在手にはいるものは丸くマイルドな味。ジャワ島はもっぱら、アイスコーヒーエスプレッソ、工業用に使用されるロブスタ種の主要な産地であるため、限定して、アラビカ種を指す場合は、ジャワアラビカとも言う。ケニアフルーツのような、爽やかな風味が特徴。全体的に強い風味で、バランスが良い。ドイツなどヨーロッパでは、タンザニア産とともに、一般的な銘柄。深めの焙煎が多い。サルバドルズよく主張する味はなく、全体に甘く上品で柔らかな印象の味わい。コスタリカどちらかというと酸味系で苦味控えめの味わい、軽めでクリアな飲み口。パプアニューギニア浅い焙煎では軽くて癖の少ない風味、深い焙煎ではキレの良い強い苦味とコクのある風味。良質な後期も特徴。最高級品質と言われる。ブルーマウンテンの苗木をそのまま移植して栽培した品種である。キューバブルーマウンテンに似た軽くてバランスの良い風味と上品な後期が特徴。ドミニカ共和国やハイチなどカリブ海地域の島国産のコーヒーは総じて似た傾向の風味を有する。インドのコーヒー栽培は400年以上の歴史があり、世界中のコーヒー産地の中でも有数の歴史と伝統を誇る。森の生態系を活かしながら有機的な農法で育てられ、5から6月に吹くモンスーンを利用した約7週間を経てできる独特の香味は欧米の多数の国で愛飲されている最高級品である。ベトナムなどアジア地域、ベトナムやネパール、中国など近年になって輸出向けにアラビカ種を導入した地域では人気のある中南米地域の品種の苗木を導入しているが、気候や土壌、生産技術の違いからか同じ品種でも独特の風味を持つ。総じて中南米地域産に比べてやや重めの風味になり、酸味は控えめで後期もやや弱くなる傾向がある。日本でも沖縄県、小笠原、鹿児島県で少量だが栽培が行われている。コーヒーの果実と種子の構造収穫されたコーヒーの果実からコーヒー豆を取り出す工程をコーヒーの精製と呼ぶ。コーヒーの精製には主に乾式と湿式の2種類がある。単純作業のためコーヒーの精製は生産地で行われる。精製を済ませたコーヒー豆は生豆と呼ばれ、カビなどの発生を防ぐために、水分含量が10から 12% になるよう、乾燥して保管され、消費地に輸出される。乾式収穫した果実を乾燥場に平らに広げて、天日で干し、完全に乾燥した果肉を機械的に除く。モカ及びマンデリンの産地とブラジルで行われることが多い。湿式外皮と果肉を機械的に取り除いた後で、水槽に1、2日つけて発酵させて、種子を取り出す方法。コロンビアなど、ブラジル以外の産地で行われることが多い。このほか、乾式と湿式を組み合わせた、半湿式や、ジャコウネコなどの動物に食べさせて、その糞から取り出すものなどがある。精製された生のコーヒー豆は次に焙煎されて、初めて実際に我々が口にするコーヒーの香りと味を生み出す。多くの場合、この工程は消費国でなされ、ロースターと呼ばれる大手のコーヒー豆卸業者が行うほか、コーヒー豆小売を行う販売店や喫茶店などで自家焙煎される。また家庭で生豆から焙煎することも可能であり、近年は専門店等で生豆の小売りも多く見られる。日本の家庭では、フライパンや崩落、銀杏入りに用いる金属製の手網などで焙煎することがあるが、プロの多くは焙煎機と呼ばれる専用の機械で行われる。これらの焙煎方法は、加熱原理と熱源の違いによって以下のように分類される。蒸気が同時に進行するような焙煎方法もある。コーヒーが焙煎されるとき豆の温度は約摂氏200度程度まで到達する。一般的な焙煎方法ではおよそ10から20分程度の加熱時間を必要とする。焙煎の度合いのことを焙煎度と言い、焙煎度の低いものを浅入り、高いものを深入りと呼ぶ。浅入りされたコーヒー豆は薄いか浅入りと深入りの中間にあたるものを中入りと呼ぶこともあるが、これらは相対的な呼び名であって、明確に定められているものではなく、販売店舗などによっても異なる。また、日本では以下の8段階の焙煎度を用いる場合もある。ライトシナモンミディアムハイシティフルシティフレンチイタリアン。一般に、浅入りは、香りや酸味に優れ深入りは苦味に優れると言われているが、嗜好の問題であるため、総合的に見て、どちらかが優れているということは特にない。通常使われる焙煎度はミディアムからイタリアンである。コーヒー豆はその消費目的に応じて数種類混合されることがある。これをブレンドと呼ぶ。ブレンドされたコーヒーは、ブレンドコーヒーと呼ばれ、これに対して一種類の焙煎豆のみからなるコーヒーをストレートコーヒーと呼ぶ。ブレンドは、焙煎前に豆を混合する、プレミックスと焙煎後に混合する、アフターミックスがある。プレミックスは調和の取れた味になり大量生産にも向いている一方で、個々の豆の焙煎の加減を調整しづらい。それに対して、アフターミックスは、豆の焙煎状態を最良にしやすいが、別々に焙煎する分手間がかかる。ブレンドは、複数の違った持ち味を持つコーヒーを混ぜることにより、ストレートコーヒー単品だけでは成し得ない味を、提供者側の意図に合わせて作り上げるための工程である。しかしながらその法則には定まったものがあるわけではなく、各ロースターが独自に考案したブレンドのレシピに従って行われる。インスタントコーヒーなど工業的生産の場では、香味等の品質を保つため8つ以上のタイプの豆が混合される。一方でストレートは使うコーヒー豆を生産国だけでなく、地域や農園単位で限定して、それを売り物にすることもある。産地ごとに異なるコーヒーの味や香りを相性が良い菓子や料理と組み合わせて楽しむ、フードペアリングという飲み方も行われている。手動ミル焙煎されたコーヒー豆は抽出される前に粉状に細かく挽かれる。この工程をコーヒーの粉砕という。粉砕にはコーヒーミルあるいはグラインダーを用いる。場合によっては乳鉢や石臼などが用いられる。コーヒーは焙煎された豆のままで販売されるか、工場で粉砕された後で販売される。粉砕されると表面積の増加から空気酸化による品質低下が早まると言われているため、家庭用のコーヒーミルで抽出直前に挽いている人もいる。粉粉砕されたコーヒーは、粉の大きさに応じて、細挽き、中挽き、粗挽きと呼ばれる。粉砕粒子度合いと抽出法については、アメリカ商務省の推奨規格や、それを規定した専門書などがある。しかし多くの場合はそれらに直接従うことは少なく、当事者の経験や大まかな伝聞によって粒子度合いを決めていると考えられる。これらの引き具合は、そのコーヒーがどのように抽出されるか、またどのような味にすることを望むかによって調整される。例えばエスプレッソではほとんど微粉に近い粉状になるよう、極細挽きにして用いられる。飲み物としてのコーヒーは、直前にコーヒー豆から抽出して飲むレギュラーコーヒーと、レギュラーコーヒーから工業的に作られるものに大別できる。コーヒーの入れ方や飲み方は地域によって様々であり、また、個人の嗜好によっても大きく異なる。焙煎されて粉砕されたコーヒーの粉は、湯、または水に接触させることで、中の成分を抽出し、我々が口にする飲み物としてのコーヒーが出来上がる。この時の抽出方法、すなわちコーヒーの入れ方には様々な方法や機材が存在する。それぞれの入れ方はコーヒーの風味は焙煎の度合いや引き加減、入れ方や用いる器具などにより異なる。それぞれの持ち味と嗜好の問題であるため、万人にとっての最善な方法は存在しない。ただし一般に焙煎、挽いた粉の保管、抽出後のいずれの段階でも酸化が進むので、各段階での時間経過が短い方が、香りも味わいも優れている。濾過、編集ドリップウォータードリップ専用の機材を用いて、水でコーヒーを抽出する方法。点滴のように少しずつ水を落として抽出するため、1杯あたり8時間程度を目安とする。抽出する器具もインテリアとして活用される。近年、安価な器具が登場し、一般の家庭でも楽しめるまでになっている。オランダ領時代のインドネシアで、ドリップ式では苦味が強く出てしまう、ロブスタ種のコーヒー豆を飲むために考案されたことから、ダッチコーヒーとも言う。現在では、アラビカ種の豆にも用いられており、繊細な風味を生かすための方法である。ペーパードリップメリットのドリッパーと、ペーパーフィルタドリッパーにフィルタをセットし、粉を入れて適量の湯を注ぎ、30秒程度蒸らした後に抽出を開始する。ドリッパーの湯が完全に切れる前に外すと雑味のないコーヒーとなる。前述の手順さえ守れば誰でも一定水準のコーヒーが入れられるのがこの方式の最大の利点である。湯の温度を上げることで苦味が、また温度を下げることで甘みが増えるなど調節することができる。欠点としてフィルタは1回ごとに使い捨てとなる。またフィルタの匂いや成分が混ざること、油分が紙に吸われるためアロマが弱くなることがあるが、いずれも抽出前にペーパーを湯通しすることで軽減できる。ペーパードリップの方法は、1908年にドイツ人のメリータ・ベンツが考案した。彼女はペーパードリップシステムの特許を取得し、メリタを創業した。メリタ式とカリタ式が存在し、最適なメッシュが異なるとされているが、どの引き方が最適かは様々な意見がある。抽出法の違いは、メリタ式が配数分の湯を全量フィルターに投入して気化するのを待つのに対し、カリタ式は湯を数回に分けて投入し続けるので、味がブレる要素は大きい。ドリッパーの形状はメリタが開発した台形が主流であるが、近年では円錐型も登場している。台形は腕に左右されず安定した味と香りが出せ、円錐型は粉の層が縦に厚くなるより、ネルドリップに近くなるとされる。台形と円錐型ではフィルタの互換性がなく、ハリオは両方のドリッパーとフィルタを販売しているが、円錐系の方が若干高価である。メリタとカリタは台形のみ、コーヒーサイフォン株式会社は円錐型のみ。販売している。その他の抽出法として、松屋式やコーヒーバネット等の螺旋状の金属枠にペーパーをセットして抽出する方法や、湯とコーヒー粉を容器で混合し、浮いてくるアクを取り除いた後に、ペーパーでこして飲む方法、あるいは一旦にフィルターのセットされた外灯の中で湯とコーヒー粉を混合し、ゴムシールのついた内灯を押し込むことで空気圧をかけてろ過するも存在する。ネルドリップフィルターとして布を使用する抽出法。布と紙の材質の違いからペーパードリップよりもコーヒーに含まれる油分がより抽出される。ペーパーでの抽出に比べてまろやかでボディ感のある味となる傾向があり、またペーパードリップのように紙の影響を受けない。味と香りは湯の温度や注ぎ方などの抽出方法に大きく左右される。ネルの取り扱いには注意を要する。使用後のネルはコーヒーの油膜の酸化を避けるため、直ちに洗浄し、冷水につけて保存する。匂いが移るのを避けるため、洗浄の際は洗剤の類を。新品のネルは抽出済みのコーヒー粉を入れた湯で煮沸し、洗浄後に使用する。その他のろ過剤に水分透過性のある岩石やセラミックス、合成繊維や金属の網などを洗浄すれば再利用できるものも登場している。ペーパーフィルタ用のドリッパーにセットできる製品もあり、より経済的とされる。またろ過剤の種類によって様々なドリップ法が考案されている。エスプレッソマシン、マキネッタ高温、高圧をもって一気に抽出するエスプレッソマシンと飽和水蒸気を使用する直火式のマキネッタがある。詳細はエスプレッソ項を参照のこと。煮沸後ろ過、編集コーヒーサイフォンサーバとロートから構成され、ロート部にネル、またはペーパーフィルターをセットし、粉を入れる。サーバ部に水を入れ、加熱し、湯がロート部に上がったら、頃合いを見計らって、火から下ろす。最近、アルコールランプやガスコンロ等を使用する直火式以外に電熱式も普及しつつある。パーコレータコーヒー粉の入ったカゴ状部分に湯を循環させ抽出する。機材の構造が単純であるためメンテナンスは非常に容易でキャンプ等で用いられるが美味しく抽出するのには熟練を要する。煮沸、編集トルココーヒージェズベという名の銅製、または真鍮製のひしゃくのような形をした柄の深い小鍋に、深入り細引きの粉と水、砂糖を入れ直火にかける。かき混ぜながら煮沸し、煮立つ直前に火から離し落ち着いたら、再度火にかける。これを2、3回繰り返し、表面の泡を消さないようにカップに注ぐ。まず泡の味を楽しみ、粉の沈殿後に上澄みのみを飲用する。カップの底に粉が残ることから、この模様で運勢を占う。コーヒー占いという習慣もある。おおむね深入りの豆をターキッシュミルという専用のミルで微粉末状にしたものを使用する。砂糖以外にもカルダモンやクローブ、シナモン、胡椒等のスパイスを入れることもある。ボイル単純な煮沸法。粗挽きしたコーヒー粉と水を鍋、やかんに入れて煮出し、上澄みだけを飲む。岩塩を加えることもある。スウェーデンの伝統的なコーヒー休憩など、北欧やアフリカ、ギリシャで見られる入れ方。トルココーヒーに影響を受けたか、コーヒー専用の機材を持たない住民の入れ方だと考えられる。紳士、編集フレンチプレスコーヒープレスコというをプランジャーポットと呼ばれる器具に一緒に入れて抽出する。プランジャーと呼ばれる軸の先端には金属やナイロン製のフィルターがついており、このプランジャーを押し下げて、抽出済みのコーヒーかすを沈め、上澄み部分をカップに移す。イギリスではコーヒーを入れるのにペーパーフィルター式よりも、このプランジャーが普及している。スティーピングに近いものとなっている。コーヒーバッグコーヒー粉を布製の袋に入れ、それを水や湯につけて抽出する。スティーピング単純な浸煮法。カップにコーヒーの粉と湯を加えて、しばらく待ち、上澄みだけを飲む。温度別コーヒーは熱湯で抽出されることが多く、抽出されたそのままを、あるいは温め直されたものが、ホットコーヒーとして飲まれる。夏場などには、専用に濃く抽出したコーヒーを冷やして、アイスコーヒーとして飲まれることも多い。ブラックコーヒー抽出されたコーヒーに何も加えず、そのまま飲むものを、ブラックコーヒー、あるいは単に、ブラックと呼ぶ。多くの場合は、これに砂糖とクリームなどの乳製品を別に添えて出される。この場合、砂糖やクリームは飲む人が自分の好みに応じて加える。英語でブラックとは日本と同様何も加えないことを指すこともあれば、砂糖の有無については問わずに乳製品を加えないコーヒーを指すこともある。バリエーションコーヒーまた上記した以外にも牛乳やアルコール、香料などを加えて飲まれることがある。これらはバリエーションコーヒーと呼ばれる。エスプレッソやダッチコーヒーなど特殊な入れ方をするコーヒーも最も普及しているドリップ式のコーヒーと区別する目的でバリエーションコーヒーに含めることが多い。コーヒーのバリエーション、編集アイスコーヒーカフェオレアイスカフェオレエスプレッソカフェ、ラッテカプチーノウインナーコーヒーアイリッシュコーヒーダッチ、コーヒーカフェロワイヤルアラビアコーヒー朝入りの豆を小鍋で煮出し、砂糖なしで飲む。トルココーヒー細かくひいた豆を濃く煮出し、こさずにカップに注いだものから上澄みだけを飲む。ベトナムコーヒーカップの底に練乳を入れた上にフレンチローストコーヒーを注いだもの。豆は深入りしたロブスタ種を用いる。コロンビア式コーヒーティントとも呼ばれる黒砂糖を加えた沸騰した湯を用い、火を落としてから粉を加え、数分静置して粉が沈んだところで上澄みだけ飲む。インディアンコーヒー南インドで好まれるインド風カフェオレ。インド製のコーヒーフィルターを使う。鍋にミルクを入れて温め、ミルクが沸騰直前に不加栓で入れたコーヒーと砂糖、塩少々を入れる。二つのカップを行き来させて泡立てて飲む。アメリカンコーヒー湯で薄めたコーヒーとの認識が一般的であるためにバリエーションコーヒーと言い難いが、本来は朝入り豆から薄めに抽出したコーヒーのこと。アメリカで一時期コーヒー豆の高騰により少ない量でも美味しく飲めるように朝入りを用いていたことが起源。グリーンコーヒーはコーヒー豆の焙煎前の生豆を指すが、近年スマカフェなどのメーカーが独自の手法で成分を抽出し商品化した。グリーンコーヒー焙煎する前の生豆の状態から成分を抽出したコーヒーで加熱で壊れやすいクロロゲン酸が効率的に摂取できることから2011年のインドマルヤホスピタルの MV ナガンドランらによる研究結果以降アメリカを中心にブームが起こる。研究結果では血糖値減少効果、ダイエットと体脂肪の平均 15.8%、BMI10.3% の大幅減少などが確認された。これに伴い生豆成分を手軽に飲めるように商品化もされており、植物抽出技術を持つスマカフェなどの会社による販売も行われている。サルタナコーヒーコーヒー豆ではなく、コーヒーの実を乾燥させたものを少し炙ってから煮出したもの。イエメンではギシルと呼ばれる。コーヒーぜんざい小豆のあんを加えたコーヒー。生クリームやアイスクリームを同時に添えることも多い。あんコーヒー、小豆コーヒーとも。燕王茶香港式で別途入れた紅茶と混ぜて、砂糖、練乳を加え、ホット、またはアイスで飲む。レモンコーヒーレモンティーのように、レモンスライスを浮かべ、アイス、またはホットで飲む。イタリア南部や香港で見られる。フラッペギリシャで飲まれている。アイスコーヒーの一種で、グラスの中にインスタントコーヒーの粉と水、練乳を加え、シェーカーでかき混ぜてから氷を入れて飲む。かき混ぜる段階で、泡がグラスの半分以上になるのが特徴。また練乳が入るため、かなり甘い。塩コーヒー通常のコーヒーに少量の塩を加えたもの。コーヒーに塩味をつけるのではなく、苦味や酸味を抑えて、口当たりをまろやかにするのが目的のため、塩の量は一つまみ程度にとどめる。塩コーヒーはコーヒー発祥の地として知られるエチオピアにおける伝統的なコーヒーの飲み方の一つである。エチオピアだけでなく、他にもコーヒーに塩を入れる風習のある国は多数ある。塩を熱いコーヒーに加えることは、塩中の塩素の揮発を発生させるとともに、コーヒーの有機酸の中和をもたらし、口当たりがまろやかになるとともに、塩中のミネラル分によって、コーヒーがアルカリ性食品の性質を持つようになり、体のアシドーシス傾向の改善を図ることができるという理にかなった飲み方である。海軍風コーヒーアメリカ海軍に伝わる塩コーヒーの一種。通常の 1.5 倍量のレギュラーコーヒー粉に食塩少々を混ぜ、ドリップする。ドラフトコーヒーアイスコーヒーを生ビール用サーバーに通して窒素を入れて注ぎ、泡立たせて飲む。黒ビールのような見かけになる。抽出の手間をかけずに手軽にコーヒーを飲むためのものとして、インスタントコーヒー、缶コーヒー、リキッドコーヒーが工業的に生産されている。日本における缶コーヒー製品などのコーヒー表示は、コーヒー飲料などの表示に関する公正競争規約に基づく区分により、製品内、容量 100g 中の生豆使用量によって、次の3種類に区分される。コーヒー 5g 以上、コーヒー飲料 2.5g 以上 5g 未満、コーヒー入り清涼飲料 1g 以上 2.5g 未満、製品に入固形分を 3% 以上を含むものは、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づき、乳飲料となる。インスタントコーヒー、編集詳細は、インスタントコーヒーを3升お湯で溶かして飲むタイプのコーヒー。公正競争規約上は中に、コーヒー豆を含まず、コーヒー抽出液のみを原料とする製品に限られる。このため、2010年代に入り中に、コーヒー豆を含む製品を含んだ総称として、ソリュブルコーヒーという呼称も使われるようになった。ソリュブルとは、溶けやすいの意。缶コーヒー、編集詳細は、缶コーヒーを3升抽出、調味されたコーヒーを缶に充填したタイプのコーヒー。しばしば貯蔵中のコーヒーの劣化が問題となってきた。リキッドコーヒー、編集ペットボトルや紙パックなどの容器に充填したタイプのコーヒー。ボトル入りのものは、ボトルコーヒーとも言う。日本のデスクワークなどの場においては、蓋を閉め直して、数回に分けて飲めるペットボトル入りの需要が増えている。コーヒーを1杯分ずつ小分けにしたものとして、ポーションコーヒーがある。タンポポコーヒー、どんぐりコーヒー、コーヒーチェリーティー、焙煎穀物飲料、および EN、コーヒーサブスティチュートも、山椒代用コーヒーとは、コーヒー豆以外の原料を使って作られたコーヒーを模した飲料である。代用コーヒーについての最古の記録は、フリードリヒ2世統治下のプロイセンで見られる。コーヒー豆の輸入超過を抑制し、国内ビール産業の保護を目的とした1777年のビールコーヒー条例によって、コーヒーに高い関税がかけられることになった。その結果、庶民がコーヒーの代用品を飲むようになったと記されている。また、南北戦争中の米国や第一次、第二次世界大戦の時にコーヒー豆の輸入が滞った地域、冷戦時の東欧諸国でも代用コーヒーが飲まれた。日本における代用コーヒーの登場は、日中戦争が激化していた1939年頃であり、輸入量が減ったコーヒーを増量するために広まった。日本では代用コーヒーとイミテーションコーヒーを区別することがある。代用コーヒーは、各種食用植物を煎って粉末にして、湯で抽出したものが主に飲まれた。原料は、タンポポの根、ごぼう、じゃがいも、さつまいも、ゆ。代用コーヒーはあくまで代用品として考案されたものなので、コーヒーの安定供給が続いている地域、時代では、その消費量は少ない。しかし、代用コーヒーのほとんどはカフェインを含んでいないため、カフェインの摂取を避けている人が、コーヒーの代わりに飲む場合がある。また大豆コーヒーなどは、大豆の栄養価が評価され、健康食品として販売されている。価格については、代用食品ではあるものの、本物のコーヒーよりもかなり高額な場合が多い。上記のほか、コーヒー豆を容易に入手できる地域、時代であっても、コーヒー豆を使わない、類似の飲料を楽しむ食文化も存在する。例としては、大麦を原料とするカフェドルゾなどがある。現代の日本でも、大豆コーヒーやスペイン風のコーヒー風、大麦飲料などが商品化されている。コーヒーには飲む以外に様々な用途がある。コーヒー料理一覧も参照されたし、食品原料廃カロ炭素の他このほか、コーヒーの自治体をスープに入れたり、粥のようにしたりして食べるという行為が10世紀頃には行われていたことがある。この方法でコーヒーを摂取しても、眠気覚ましなどに効果があったと言われている。コーヒーの成分コーヒーの生豆には多糖を中心とする糖類、アミノ酸やタンパク質、脂質のほか、コーヒーに含まれるポリフェノールである、クロロゲン酸、アルカロイドであるカフェインやトリゴネリン、ジテルペンである、カフェストールやカーウェオールなど特徴的な成分が含まれている。コーヒーの脂質の 75% は中性脂肪で結合している脂肪酸の種類はリノール酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸などがその主成分で他の植物との大きな違いはない。これらの成分は焙煎されることによって化学変化を起こし、その結果数百種類に上る成分が焙煎豆に含まれる。焙煎の初期にまず生豆中の水分が蒸発し、その後一連の焙焼反応と呼ばれる反応が起きる。多糖やタンパク質はこの過程で加熱分解され、それぞれ低分子の糖類やアミノ酸を生じ、様々なコーヒーの味と香りを生み出す。クロロゲン酸がこれらの分子と共に加熱されることで、褐色色素が生じ、コーヒーの色を生み出す。このほか、糖類のみの加熱により生じるカラメルや、糖類とアミノ酸によるメイラード反応なども、色素の生成に関与する。これらの色素は、コーヒーメラノイジンと総称される。コーヒーの揮発性成分としては、約900種類の化合物が同定されており、苦味を与える成分となる。フェニルインダンは、焙煎済みのコーヒー内に含まれるその他のどの化合物、中でもコーヒーの香りに大きな寄与をしている成分としては以下のものが知られている。甘い蜜様の香りを持つβ、ガマセノン、コーヒーの特徴的な香りを持つ2、フリルメタンチオール、トロピカルフルーツ的な香りを持つ、キサン酸メチル-3、スルファニルブチル、カラメル様の香気を持つフラネオール、ホモフラネオール、ソトロン、ホモソトロン、キクレオソート様の香りを持つグアヤコール、4ビニルグアヤコール、4エチルグアヤコール、醤油様の香りを持つメチオナール、ナッツ様のロースト香を持つ2エチル-3、5ジメチルピラジン、2、3ジエチル-5、メチルピラジン、バニラ様の香りを持つバニリンなどである。ダマセノンはカロチノイドの分解により、グアヤコール類とバニリンはリグニンの分解により、カラメル様の香りの化合物は糖類の分解により、ピラジンなどその他の化合物は糖類とアミノ酸からメイラード反応で生じるとされている。これらの分子はすべて苦味や酸味、甘みなどのコーヒーの味を決定する上でも重要である。最終的に飲み物であるコーヒーの抽出液には、これらのうち水溶性の比較的高い成分が溶出される。抽出されたコーヒーは 0.04% 程度のカフェインを含むが、それ以外の多くの成分についてはほとんど解明が進んでいないのが現状である。ただし、現実には 98% から 99% が水分なので、0カロリーと称することができる。これらの成分はコーヒーの複雑な味と香りを生み出すだけでなく、覚醒作用に代表されるようなコーヒーの様々な作用の原因にもなる。コーヒーを摂取後、数分から数時間に出てくる代表的な作用として、次のものが挙げられる。これらの急性作用は遅くとも1日以内には消失するものであり、健常時には特に健康上の問題を引き起こすことはないと考えられている。しかしながら過度に摂取した場合やその時の体調によっては一過性に問題を起こすことがある。また、特に消化器疾患、高血圧、パニック障害などの疾患がある場合など、特定の患者や病態によっては、これらの通常は無害な作用が有害に働くことがある。健康な一般成人の場合、カフェインを1日あたり 400mg 以上を摂取しないようカナダ保健省は勧告している。カフェイン及びカフェイン中毒も参照コーヒーは発見当初から眠気防止や眠気覚まし、疲労回復などの作用を持つことに注目されてきた薬用植物、精神刺激薬である。一方でコーヒーが過度の刺激剤や興奮剤として働く可能性を指摘し、敬遠する人も存在している。コーヒーには軽度の習慣性があるとされる。これはカフェインによる作用だと言われている。カフェインにはその苦味に対する感受性が高い人間に軽い依存症を引き起こす働きがあるという。ノースウェスタン大学の研究チームによれば、組成分の一種であるキニーネやプロピルチオウラシルに対する感受性が高い遺伝子を持つ人たちには、コーヒーの摂取量が少ない傾向が見られており、研究チームは、コーヒーを飲む人たちは、カフェインによって引き起こされる肯定的な影響を学習し、カフェインを好むようになったと考えられると説明している。そして研究チームはその習慣性が心理現象である可能性が含まれていることを指摘している。加えて、同大学の遺伝科学者チームは、カフェインに対する人の好みはその味によるものではなく、摂取後の感覚から生じている可能性があるとしている。また1日に 300mg 以上のカフェインを常用する人には、カフェイン禁断頭痛と呼ばれる一種の禁断症状が現れることがある。これは、最後のカフェイン摂取から24時間以上経過すると、片頭痛様の症状が現れるものである。このカフェイン禁断頭痛は、症状が現れてからカフェインを摂取することで30分以内に消失するが、カフェインを摂取しない場合は2日程度継続する。ただし、これらの症状は麻薬類やニコチン、アルコールと比較して極めて軽微なものだと考えられており、規制や年齢制限などは必要ないと考えられている。コーヒーを長期間にわたって飲用した場合についても、多くの疫学的研究が古くから数多く行われてきた。1980年までにはコーヒーが体に悪いという視点からの報告が多かったが、それらの研究の多くは1990年代により精度を高めた追試によって否定されている。一方、1990年代からはコーヒーが体に良いという視点からの研究もなされている。コーヒーに含まれるクロロゲン酸にマルトースをグルコースに分解する酵素であるアルファグルコシダーゼの阻害活性が認められ、ラットで食後の血糖上昇の抑制作用が認められた。カフェインにはアルファグルコシダーゼ阻害活性は認められなかった。コーヒーをよく飲む人たちでは糖尿病発症のリスクが低くなる傾向が見られた。2015年5月7日、日本の国立がん研究センターなどの研究チームがコーヒー及び緑茶を日常的に摂取する人がそうでない人に比較し、病気などで死亡するリスクが大幅に低減するとする調査結果をまとめた。調査は19年間にわたる追跡で日本全国の40〜69歳の男女約9万人に対し行われ、他の生活習慣などと合わせ質問し、コーヒー及び緑茶を1日にどれだけ摂取するかというものであったが、その結果コーヒーを1日に3〜4杯飲む者は、ほとんど飲まない者に対し、死亡リスクが 24% 低かった。19年間では約1万3000人が死亡していた。同チームは調査結果の原因をコーヒーに含まれるポリフェノール、緑茶に含まれるカテキンによる血圧降下作用、両方に含有される。EEARCは従来コーヒー酸とコーヒーをグループ2倍と発がん性があるかもしれないものとしていたが、2016年6月に発がん性を示す決定的な証拠はないとの発表を行った。またそれと同時に摂取65度以上の熱い飲み物自体が食道がんの観点からグループ 2A、おそらく発がん性があるものに分類された。これにより、コーヒーはグループ3、発がん性を分類できないに分類された。評価文書は準備中である。コーヒー酸の評価は2倍とのままである。国立がんセンターがん予防、検診研究センター予防研究部の調査により、肺がん抑制効果が確認された。これは約10年間にわたる40〜60歳代の男女、約9万人に対する追跡調査で、計334人が肝細胞がんと診断され、コーヒーの摂取と肝細胞がんになるリスクの関係を統計的に分析した。日常的にコーヒーを飲む人が肝臓がんになる率は10万人あたり約214人で、ほとんど飲まない人の場合は約547人。1日に1〜2杯の人よりも3から4杯の人の方がリスクが減ったとされ、研究チームはコーヒーに含まれる抗酸化作用を持つ成分の影響かとしている。ただし、塚根正一郎研究部長は2008年、いずれにせよまだ研究途上と語っている。この他にも、経験的に言われている紅葉、さらには、風雪の類まで含め、多くのコーヒーの作用が語られている。これらの中には、研究結果を誤解したもの、商用の宣伝目的と考えられるものなども含まれているため、他の健康ブームに乗った情報と同様、活用にあたっては注意が必要である。音楽、編集コーヒーは、歌曲の中で取り上げられることも多く、コーヒーそのものを題名に入れた曲も少なくない。コーヒーカンタータ J.S. バッハによる世俗カンタータの一つで、コーヒーマニアの娘とコーヒー嫌いの父親との争いを歌うコミカルな作品。J.S. バッハ自身もコーヒー愛飲家であった。一杯のコーヒーから日本の夏メロの曲。戦前から日本に喫茶店文化が根付いていたことを物語る曲でもある。ブラックコーヒーコーヒーとタバコに浸る失恋の倦怠と絶望を歌ったブルージーなジャズスタンダード。1949年にサラ・ボーンが初録音してヒットした。日本では1954年で下録音のペギー・リーバンが名称として知られる。コーヒールンバ作詞、作曲、ホゼ・マンゾ・ペローニ1958年、日本語詞作詞、中澤征爾ベネズエラのアルパ奏者。ウーゴ・ブランコが録音し世界的にヒット、日本でもエキゾチックさが好まれて何度もリバイバルしている。曲のリズムは実際にはルンバではない。歌、西田幸子、国実由里、荻野目洋子、井上陽水、工藤静香コーヒーは以下が教育芸術者の音楽の教科書に掲載された。映画、編集ありがとうございます。